なんでこんな安いギャラなんですか。お願いです、上に掛け合ってください。エキストラじゃないんだから、いくらなんでもこれはないでしょ。どうした、またギャラの交渉か。あんたは不満じゃないの。俺は両親の遺産もあるし、あまり金のことはこだわってないんだよ。そりゃよかったわね。それにしてもアンジュラのギャラ確かにひどいよな。まるでボランティアだよな。少し考えた方がいいぞ。いくら映画が大好きでほんのちょい役でもいいから出してほしいと言ったってプライドはないのか。プライドなんかあったって飯代にもならないわよ。っていうかその飯代にすらなってないんだろう、あんたのギャラ。だからさっき交渉してたんじゃない。実際いくらくらいが妥当か、ちょっとこの作品の主役に相談してみるわ。参考にならないと思う。なぜだ。俺のギャラは破格だ。今こうして俺たちはヘリに乗って空高く飛んでいる。世界から隔絶され俺たち3人だけになった今、お前たちだけに打ち明けられることがある。とても重要なことだ。重要なこと。俺のギャラは破格だ。何度でも言う、破格だ。